こんにちは。堀内です。柿本です。プラスアミューズです。今回、動画を、することになりまして、どうしてするかって言いますと、簡単に家庭でできる薬膳と発酵をお伝えできたらなと思いまして始めました。こんにちは。こんにちは。プラスアミューズです。なれへん ねまだね、はい。こんにちは。プラスアミューズです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。プラスアミューズです。こんにちは。プラスアミューズです。皆さんこんにちは。プラスアミューズです。はい。こんにちは。プラスアミューズです。こんにちは、プラスアミューズです。こんにちは、プラスアミューズです。なんと、はい、私たちの登録者数が400人、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。引き続き、ゆっくりと、ね、すごい400、ね、目指せ1000人なんですけどまだ道半ば、はい、でもね、400人の方が登録、本当嬉しいです。ありがとうございます。引き続きお仲間の中にもね、登録またどんどんしていっていただけたら、拡散、はい、拡散でお願いします。それと、我々忘れてたんですけれども、はい、あの編集してくださってる佐伯大先生から、はい、あなたたちよく考えてごらんと、はい、何かなって、私たちあの YouTube 始めてなんと1周年、あ忘れておりましたそうでしたか、はい、そうやね、かれこれ去年の10月ぐらいに、確かに、はい、私がちょっとピンとひらめいて、うん、ナンパしてやりませんか、そう、そう、めでたき初日、私ガラガラ声で出てたんですわそういえば。国際中医薬膳管理士の堀内です。私が薬膳にハマった理由、いります？いります。あ、いります。そうでした、そうでした、うん、なのでこんなゆるゆるな2人ですけれども、これからも皆さんよろしくお願いします。ご挨拶動画でした